海戦は、協議には、艦艇同士の海上戦闘を言うが、抗議には、航空機、ミサイルなどを用いて、海上で行われる、戦闘の総称を言う。武力紛争は、それが展開される地域の区分に従って、陸上は、陸戦、海上は、海戦、空中は、空戦とされ、国際法は概ねこの区分に従って規定されている。火薬や、大砲の発達。 基層軍艦の出現、潜水艦、航空機、レーダー、ミサイルなどの新技術が登場することに、海戦の様相は大きく変化し、新しい戦略戦術が生まれている。対戦兵器。各搭載アスロックの爆発シーン。手前の艦は、駆逐艦アガーホルム南山の戦い。一死における、陸兵上陸の図。海軍軍令部アルマダの海戦を描いた。 無敵艦隊の敗北戦術は兵器の改良や通信手段の発達に応じて工夫されてきた。軍艦を横一列に並べた横陣は体当たり攻撃に適した水上戦の戦術として使用された。古代から中世のガレー戦による海戦においては体当たり攻撃や異常攻撃が主要外的手段であったことや、 通信手段が未発達で複雑な艦隊運動は困難だったことから横陣が多用された。近代になって装甲艦対策として体当たり攻撃が復活した際にも横陣に近い笠形陣が復活し、広島戦争の立砂海戦でオーストリア・ハンガリー帝国海軍が成功を収めた。敵の待ち伏せが予期される場合に本体の前方に警戒艦を横陣、 または、笠形地人で配置するスクリーンとしての用法も行われる。単獣人は、艦隊を進行方向一列に並べた人形である。進路変更による味方艦同士の衝突の危険が小さく、機関を先頭として行動を真似させたり、旗流信号によったりすれば式も、比較的容易で、横人よりも自由な艦隊運動が行いやすい。単獣人で速報に、 敵艦隊がいるような体制になれば、艦守備法と片言の原則法が全て使えるため、砲撃戦で攻撃力を発揮する。体当たり攻撃には不向きである。16世紀に砲撃が水上戦闘の主流となる中、アルマダの海戦や英乱戦争でイギリス海軍が採用した。以後、砲撃戦における基本的な人形として世界的に使用された。 単獣人で敵艦隊の進路を横切り、両軍艦隊が定の字に交差するよう運動するのが定時戦法である。定時の位置関係になれば、自軍の艦艇は単獣人の効果で多数の砲を利用できる一方、敵艦隊は監視方向の砲しか使用できず、有利な状況から攻撃できる。この一方的な状況を作り出すために艦隊運動の研究が進んだ。 トラファルガーの海戦において、ホレイショ・ネルソン提督が、スペイン・フランス連合艦隊に対して、ネルソン・タッチと呼ばれる艦隊運動により、敵艦隊を分断して、定時の状況を作り出した。日本海海戦では、日本艦隊は、統合ターンによりこの人形を築くことに成功して、一方的な勝利を得た。臨境陣は、防御したい艦船を中心にして、 円を描くように周囲に護衛艦艇を配置した体系である。潜水艦や航空機に対する防御に用いられる。現代の空母打撃群では、かつての臨境陣のような多数のナオエ艦を配置する形式ではないものの、航空母艦を中心に、ナオエ艦だけでなく全土障害の潜水艦や航空機を配置した巨大で複合的な防御陣形が構成される。デルタの戦い。 画像はこの戦いで、海の民と戦うエジプト第2十王朝の、ファラオ・ラムセス3世古代ギリシアの三段階戦団の裏の、戦い原稿。猛古襲来絵言葉から、元、高麗軍に、白兵攻撃を仕掛ける日本軍。左端で首を取っている母子は、竹崎末永スロイスの海戦海軍は、古代の地中海で生まれたと考えられている。これは、 中国などはあくまで陸上での戦闘が中心であったのに対し、ヨーロッパ周辺では地中海を舞台とした海上攻撃が早くから始まったため、その正海権を確保することが重要だったことに起因する。紀元前15世紀からフェニキアが地中海を制し、その後古代ギリシアの海軍が地中海を制した。古代の海戦は、 ガレー戦が中心で戦場に控えた兵士が弓や剣で敵戦へ切り込んで戦闘を行った。紀元前1178年頃引く古代エジプト王、ラムセス三世がデルタの戦いで海の民連合軍に勝利する。紀元前480年、サラミスの海戦で三段海戦を要してミストクレス、率いるギリシア艦隊が関数で勝るペルシア艦隊を撃破した。 紀元前31年のアクティウムの海戦では、ローマ艦隊がアントニウス率いるカタパルトを装備したエジプト艦船に対してヒーアと失望を投敵して勝利を収めている。1538年、プレベザの海戦でオスマン帝国が宿敵のアンドレアドーリア軍を撃破し地中海を制圧。スペイン勢力を地中海から締め出しイスラム教徒が派遣を確立する。 1571年に起きた、デパントの海戦は、ガレー戦同士の海戦の頂点であり、ガレアス戦の投入など関西法も使用されたが、依然として節減しての異常攻撃が決定的な役割を果たした。日本鎌倉市の荒井まだに横穴五軍には日本で最古と思われる船戦の戦国が残されている。その図からは、弓と盾で武装した一から二名乗りの小型の丸木。 船を使った集団による襲撃という古墳時代の海戦の様子が読み取れる。古墳時代の日本では巡構造船の埴輪や遺物が出土しており、そうした大型船も集団船に使用されたと考えられる。663年の白月の絵の戦いでは、日本から戦績の水軍が派遣され、唐の水軍と記録上初めての海戦を行い、壊滅的な損害を受けた。 日本書紀によると、日本の諸将とくだらの王と気象を見ずして、党の軍船に挟まれ、囲まれてしまったと記述があり、この気象が風向きか潮流かは不明だが、軽視したために不利な戦闘に陥ったことがわかる。その後、現初的な海軍とも考えられる水軍が生まれ、五福島の戦い、壇の浦の戦いなどは、両軍の勝敗を決する役割を果たしている。 方言物語の海戦の一場面で、昔は、矢一つにて、鎧武者二人を意図しけり、今は船をいて、多く人をぞ殺しけるとあり、十二世紀末に、技から先方に移行したことが伺える記述が見られる。船船においても重たいものの具イコール甲冑を身に、つけていた、船武者はそのまま沈み、身軽いものだけは、泳いで友軍の船に助けられたと記され、矢で、 穴が開いて沈没した遊軍の船を見て、一発し海の射程外まで距離を置き、船底に鎧を重ねておくべきか、盾を重ねて打ち付けるべきかといった議論がなされていることからも、船底の厚みが、高級に対抗できるものでなかったことがわかる。諸本によって記述が異なり、504期20層の方では、 三百人乗りの大船を一死で沈めたことになっているが、古写本では五百余人百余層とのみ記述されている。平家物語において、八島の戦い時、平野乗常が、戦軍にはそれなりの様があると言って、通常の鎧ひたたれをつけず、下着に鎧を着ただけで立ち寄り長い大立ちという宮を用いたと記されており、それなりに戦方は確立していたと見られるが、 陸戦の延長線上にあり、蔵を乗せた馬を船に乗せたり、鎧もない飛戦闘員を小ぎ手に用いた。兵家方は造標を乗せた、目立つ大型な当船をおとりにして、現氏法をおびき寄せようとするが、友軍の寝返りで形勢が逆転し、おとり作戦は失敗している。猛虎襲来絵言葉には、船の片側に陸用の桶けたてを並べた絵が描かれているが、盾の下部が水面に当たり、 盾を立てる際は、高校に問題が生じたと見られる。原平期における軍船は200国石級くらいと想定されている。日本の中世後半は、怒りは鎖ではなく、綱で繋いであったため、それが弱点となり、五福島の戦いでは、釜槍を用いて、敵船の怒り綱を切り、混乱したところを飛や船と崩落船で攻めた例がある。 また、大船は、怒りも大きく、一度下ろすとすぐには動けないという弱点があったが、前近代の兵法では、大船の周囲に複数の小船を配置して、大船とつなぎ、小船の方に怒りを下ろさせて固定した。このことは、上泉信の綱の伝の、君越衆巻音、先方、船戦の項に記述されている。 大船が嵐などでどうしても怒りを下ろさなければならず、すぐ動かなければならないときは、自ら怒り綱を切る場合もあるため、複数綱と怒りを用意する、要、君越州には記されており、大船の機動性確保のため、あえて鎖を用いなかったことがわかる。戦国期に火やと鉄砲による攻撃が盛んになったため、君越州、船戦の甲には、 防備がいくつか記されており、一部を挙げると、対象線の膜は水に浸かるほど、長く下げるべし。腰板の幅通りには、鉄の網の膜を張り、そのうちに、また膜を一重にし、見えにする。上の方はいずれも同鉄の網を張り、冷やを防ぐべし、鉄砲を防ぐため、膜よりうちに人へ竹垣をして、またそのうちに膜人へ張るべし、物見舟も、くの木板にて、 鉄砲の通らざる、厚さにしてとある。小田原法上機巻7においても赤線に防弾を意識した作りの記述が見られるほか、信長後期でも茎水軍が防弾を意識して、囲い船と呼ばれる竹束で追った軍船を使用した記述がある。スペインのガレオンとオランダの軍艦トラファルガーの海戦15世紀に入り、大航海時代になると、外洋航海技術が大きく発展した。 軍艦も、小ぎ手が必要なく、複数の甲板を持ち、複数の大砲を並べた、ガレオン船が登場した。これにより海船は片源からの大砲の一斉射撃により、勝敗を決するように変化を始める。まだ当時の大砲の弾丸は、実体弾であり、命中しても爆発はしなかった。木造帆船が主であり、200メートルから400メートルに、 接近して、砲弾を打ち合い、敵機関の甲板上の大砲を破壊し、攻撃力を奪い、搬送を破壊し、操船不能にすることが主であった。原則水船部を破壊し浸水沈没に至らせることは容易ではなかった。16世紀には、ガレー船とガレオン戦の交戦などを通して、次第に砲撃戦が海戦で重要な地位を占めるようになった。 1545年8月15日にイギリス海峡で発生した海戦では大型艦載放送日のイギリス軍ガレオン船2隻がフランスのガレー船団を粉砕した。1587年のイギリス艦隊のカディス攻撃でも迎撃したスペインガレー船団はイギリス側の定時戦法の前に大敗。翌年のアルマダの海戦でスペイン艦隊のガレー船や ガレアス戦は主戦力とならず、ガレオン戦同士での砲撃戦でも長射程砲を多く、備えたイギリス艦隊が終始優勢であった。スペイン艦隊は伝統的な異常攻撃を意図していたが、運動性に優れたイギリス艦に接言できなかった。ただし、この時代の関西砲の対艦攻撃力は依然として限定的なことも否めず、戦闘で撃沈されたスペイン艦はわずかであった。 17世紀に入ると、100門を超える砲数を持つガレオンブネも現れ、また、集中砲火を効果的に行うための艦隊運動の研究が進んだ。1653年のポートランド沖海戦では、イギリス艦隊が定時戦法を成功させ、オランダ海軍を撃破した。この戦いは、海戦で艦隊人形を作らなければ勝利できないという教訓を与えた。 三獣人を組んだ戦列での戦闘が常識となり、主力艦などと呼ばれた大型の軍用ガレオン船は、戦列艦と呼ばれるようになった。1714年、ハンゲの海戦で、ロシアツァーリ国はスウェーデンに勝利し、バルト海の制海権を奪った。1805年、トラファルガーの海戦で、ネルソン帝督率いるイギリス艦隊が、フランス艦隊に勝利し、 イギリスが世界の海の政界権を握った。日本海海戦。1905年5月27日早朝、バルチック艦隊との決戦に出撃する連合艦隊古くは欧米において、戦争といえば陸戦のことであった。政府内に戦争大臣が置かれたが、海軍の仕事は戦争とは別で、政治的に補助的、副次的に過ぎないとして、序列区別がついており、 海軍大臣は、格下の閣僚に過ぎなかった。海軍力や、海洋支配も、強国の存立を左右する死活問題とされたのは、19世紀後半、アルフレッド・セイアーマファンジェイス・コルベット、ハルフォード・マッキンダーラによって、海洋戦略を陸戦と同格に研究しなければ、ならないという主張が起こり、列強がそれを受容してからである。その後、 大砲の射程が1000メートルを超えるようになると、艦隊運動で優位な陣形を組織し、集中火砲を浴びせることで、敵艦を撃沈する戦法が主流となった。19世紀に入ると、蒸気船が登場し、さらにスクリューが発明されて推進力が大きく、向上した。大砲も砲弾が作薬弾になり、命中精度や射程が大きく向上、それに合わせて、 軍艦も防御力向上のため装甲艦が登場し、船体の材質も鉄線、交船へと進化を続けた。船の原則にあった大砲は、旋回可能な砲塔に装備され、艦の中心線に並べられるようになった。19世紀後半には、戦艦、巡洋艦など、近代的な役割分担がなされ、主力艦による砲撃戦が海軍の戦略の中心となった。 大艦巨砲主義の始まりである。1905年の日本海海戦では日本海軍の連合艦隊がロシア帝国のバルチック艦隊を圧倒。各国海軍の大艦巨砲主義はさらに進んだ。第一次世界大戦でのユトランド沖海戦ではイギリスとドイツによるちょうど急戦艦同士の史上最大そして最後の艦隊戦闘が行われた。 この海戦ではイギリス側の消耗が大きかったが、ドイツ海軍は北海内に封鎖され戦略的には失敗。また第一次世界大戦では航空機と潜水艦が登場し、特にドイツの潜水艦による通称破壊戦はイギリスを十分に苦しめ大環境法主義の終焉も見えてくる。それでも第一次世界大戦後、ワシントン軍縮会議を挟んだ一時期、 各国の戦艦建造競争は緩和した。しかし、各国の海軍は艦隊による政海権の維持を疑わず、条約が無効化した後も建造競争は行われ戦艦の大型化は進んだ。法省は日本海軍初の航空母艦法省は日本海軍初の航空母艦。気工時から航空母艦として設計されて完成した世界初の心臓空母。 交渉は第一次上海事変で出撃。日中戦争とミッドウェー海戦に参加。1941年の真珠湾攻撃は航空母艦と艦載機戦力の集中運用による戦闘の有効性を示した。さらにマレー沖海戦でイギリスの戦艦プリンス・オブ・ウェールズとレパルスが撃沈されたことで洋上にある艦隊への航空攻撃の有効性も示された。 以後、制空権の獲得維持が海上戦闘の優位を決め、戦艦を主戦力とする大艦巨峰主義の時代は終わった。1942年の3号海海戦では、史上初の空母同士の海戦が行われた。この戦いでは、日本海軍が優勢であったが、航空機による海戦は、策的能力と航空機動部隊のシステム運用が重要となり、以降の海戦は、 アメリカ海軍の優位で推移した。艦太平洋合同演習第二次世界大戦後は航空機やミサイルが発達し原子力空母や原子力潜水艦が登場。陸海空のシステム運用がより重視されるようになった。1982年のフォークランド紛争ではアルゼンチン軍はフランスから導入したエグゾセ対艦ミサイルによる攻撃を行い、 イギリス海軍の駆逐艦、シェフィールド、輸送艦、アトランチックコンベイヤーを撃沈するという成果を挙げ、世界の海軍関係者に衝撃を与えた。この結果、対艦ミサイルの威力が広く認識され、CIWS 等がほとんどの艦に配備されるようになった。イラン・イラク戦争においては、海軍力で劣勢だったイラクが、前傾のフォークランドを紛争において、なお高めたエグゾセを、 主に航空機から使用したのに対し、イラン革命後の将兵の粛清や脱走、部品供給の断絶で十分に機能しない、イラン海軍を補助する形で、イラン革命防衛隊が機関砲や、ロケットランチャー、対戦車ミサイルなどで武装した小型高速ボートを投入した。また、実態は不明だが、自爆攻撃用の高速ボートも出現していた。いずれも双方へ向かうタンカーや、 貨物船を標的にした通称破壊船であったが特に後者はそれまで現代ではほとんど考えられていなかった海上ゲリラ、テロという概念を復活させ時として省略されることもあった近接防衛用の手動式の機銃を大型艦艇にも再導入させることとなったまた戦場となったペルシャ湾は水深が浅く海流や 水温も複雑なことから機雷戦には有利であり、双方海軍力が貧弱なことから好んで機雷不説を行った。これらは湾岸戦争、イラク戦争を経て沿岸における海上作戦を再興させる材料となった。ありがとうございます。